はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。初めての方は初めまして、ドラマーの倉橋です。今回は左足のハイハットを説明します。左足のハイハットでリズムをキープしたり、2拍4拍によく鳴らしてる、あのジャズでよくある感じですね、ああいうのを説明します。スイングをやらない、僕はロックしかやらないよっていう人もぜひ覚えてよって、損はないです。非常に重要なものです。では説明していきます。はい、左足のハイハットの踏み方ですね。まずは左足のポジションなんですけど、できるだけ前の方に踏んでハイハットを締めてます。今締まってますハイハットで、締めたままかかとだけを上下して足踏みをします。こんな感じです。そうです、ハイハットは開け閉めしてないのでかかとだけ音が鳴ってる感じです。で、これが四分音符になります。ワン、ツー、スリー、フォーですね。で、これはかかとだけの音なのでハイハットの音は鳴ってないです、ね、ということはゴーストの音ということですね。まずはこれだけでちょっと慣れましょう。で、4拍刻んでる全部ワン、ツー、スリー、フォーというのが大事になります。さて、次は2拍目と4拍目に音を鳴らしていきたいです。その時にはまずその4拍まずキープして、で、2拍目と4拍目にこう音を鳴らすんですけど、つま先で踏むっていう風に考えないでください。つま先で踏むって考えると大体みんなこうなるんです、ね、こうじゃなくてこの状況で1、2、1、2、1、2、1、2、そうです、こういう感じですね。つま先がプレートからこう離れるとこういう音が鳴っちゃうので、つま先は外さないようにしますね。これね、鳴らないように。で、どうするかといったら、1、2拍目のここまではつま先踏んでます。で、下ろす瞬間にちょっと緩めます。ここです、緩めます。ワーン、緩める2、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 こんな感じですね。こんな感じでやっていきます。そうすると2拍目と4拍目、なぜ前寄りに構えるかというと、しっかり締めたいからですね。テコの原理でしっかり締まるようになってます。こっち側だとね、どん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 締めるのに力がいるようになるので ね、パチッと締めたいので前に寄っています。こんなとこでしょうか。で、練習方法、次説明します。はい、練習方法ですね。シンバルレガートと一緒に練習すると非常にいいと思います。シンバルレガートに関しては他の動画で紹介しますが、ちょっとやってみましょう。何の練習をするときにも左足入れるようにするといいですね。左足を入れたからできなくなったっていうのはもうできないのと同じことだと思った方がいいです、ね。チェンジアップの動画上げてありますけど、あれもいい練習になると思います。
あとはスイングの練習を少しして慣れてきたら早めの段階でボサノバもやるといいですね。こんな感じですね。ね、両足同時に、同時じゃないですけど、こう動いてますね。なのであの体のバランスを上手に取れるようにあのなるので、初期の段階から両足を使う訓練をするのは非常に、効果的です。ボサノバに関してはまた別の動画で説明します。あとはそうですね、こっち側からのせっかくアングルがあるのでね、みんな大好きな例えばこういうのね、何でもこう何やっててもこう左足をこう入れるようにするといいですね。例えばそうですね、まあルーディメントなんかもいいですね。ね、こんな感じでしょうか。はい、今回は左足のハイハットの踏み方やりましたけど、まあいろんな実は踏み方使い方いろいろあります。ハイハットは非常に難しいです。まあですけど最初はまあこんなもんであの練習しておくといいでしょうね。四分音符がどこなのかっていうのをちゃんと意識できるというふうにしておいておくがいいです。メトロノームの使い方なんかはね、これができてないとやっぱりあまりよろしくないんです。なんでかっていうと、みんなメトロノームに合わせてフレーズを合わせてきますよね。そうじゃなくて機械のメトロノームに合わせるのは自分の中のメトロノームを合わせるんです、ね、フレーズ自体を合わせないんです。フレーズっていうのは我々にとってあのメロディーみたいなもんなんて、もっと流動的に、ね、突っ込んだり、ね、後ろにあの引っ張ったりすることもできるものですから、そういうものじゃなくて自分の中のメトロノームっていうのを機械のメトロノームに合わせるというような感じであの考えていきたい。でそれをできるにはやっぱどっかしらで四分音符ちゃんと感じてないといけない。これ左足じゃないとできないというのもダメなんですけど、まずその前にまずは左足でもできるようにということですね。まあね、どん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 レベルが上がっていけばいろいろあの変わっていくし、いろいろ奏法も変わってきますからね。まずはこんなところで練習してみるといいですね。では今回はここで終わりにします。すごいでしょこれ。